はいどうも皆さんこんにちは。本日もゼノブレード3動画撮っていきましょうか。そして製品版があともう少しで出ますね。それこそ約1週間か。いやーめっちゃ楽しみだな。そしてゼノブレード3製品版が出ましたらバンバン攻略系の動画投稿していきますので、ぜひ今のうちにチャンネル登録とあと高評価も押していただけると幸いです。よろしくお願いします。さあということでゼノブレード3、今日はですねラジオ系の動画お届けできればなと思っております。発売前にですね事前にいくつか情報が追加で出てきておりますので、今日はそちらについて共有していきましょうか。でそれこそですね20項目程度ございまして、で中にはとても重要な内容も含まれておりますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。おそらく動画の時間は8分から10分ぐらいの間になるんじゃないかな。さあということで早速内容に入っていきましょうか。でまず1点目ですね、多くの方が気になってるオープンワールドなのかどうかっていうところ、発売前からですねかなり話題になってましたが、この度ですねオープンワールドなのかどうかっていうところ情報ついに出てきました。でその結果ですねエリア分けされてると、まあ、そういった情報が出てきております。ですのでまあイメージ的にはですね初代ゼノブレードみたいな感じで、まあ、直近で言えばポケモンレジェンズアルセウスみたいな、まあ、そういった感じかな。ああいった形で区分けされております。マップ自体はかなり広いんですがオープンワールドではないと、そういったことが情報展開されておりました。まあ言ってもねエリア分けされているもののマップ自体が広いから、まあ純オープンワールドみたいな感じかな。まあそういったイメージでほぼ間違いはないかと思いますね。まあ正直オープンワールドってさ明確な定義がないから、それがどうなのかこうなのかっていうところは非常に難しいところではありますが、少なくとも一つのマップで繋がってるっていうわけではないのでオープンワールドではないみたい、そういった形でございます。では次2点目いきましょうか。で2点目、パフォーマンスであったりとかロード時間どうなのかっていうところ、今のところですねデイワンパッチでロード時間が改善される予定となっております。今ですねデモプレイであったりとか PV であったりとか CM で様々なゲーム映像が紹介されております。ただロード時間が長いんじゃないかっていうところがたびたび指摘あったことから、今のところですね発売日当日か発売日翌日にロード時間が改善される、そういったアップデートが入る予定みたいですね。そういったことが事前情報として出てきております。で次3点目いきましょうか。レベルダウンはっていうところで、まあ、レベルアップに関してはイメージつくと思うんですが、一方でレベルダウンすることができるのかっていうところですね、そちらに関してはできないみたい。で次4つ目、絆トークは復活したか。でこちらに関しては残念ながら復活はしておらずと。で次5点目、合体バトルシステムはどのような感じなのか。でこちらに関してはですね PV であったりとかあと CM かな、あとティザー映像とかもそうなんですが、そちら見ていただければなんとなく理解できるかもしれませんが、かなり複雑となっております。ただ一方でカスタマイズのオプションっていうところが初代であったりとか2と比較するとかなり豊富になってます。ですので自由度自体はかなり増してるんじゃないかなっていう印象ですね。で次6つ目いきましょうか。で6つ目なんですが、ヒーローは何かカスタマイズできますか。例えばスキルであったりアクセサリーであったりとか、あとジェムであったりとか、まあその他の何かかな。でこちらに関しても情報が出てきておりまして、残念ながらですねヒーローはヒーローと、ですのでスキルとかアクセサリーとかそういったカスタマイズっていうところができないみたいですね。で次 DE のような実績はありますか。でこちらに関してもありませんと、まあそういったことが今言われております。で次行きましょうか。でちょっとね文字が細かくなってしまうんですがご了承ください。で次結構重要ですね、主人公6人。そうなんですよ、今作なんと主人公が6人おります。でこの6人に関してはパーティーから外すことができるのかっていうところであったりとか、入れ替えすることができるのか、パーティー候補はいるのかっていうところなんですが、残念ながらですねそちらに関してはおりませんと、そういった情報が出されております。で次、パーティーメンバーはそれぞれ固有のスキルやスキルツリーを持っているかっていうところ、こちら気になる方が多いと思うんですが、こちらに関してはウロボロスにはありますと、まあ、そういったことが言われてますね。でこのウロボロスっていうのは
3特有の機能になってまして、で簡単に言うと合体みたいなイメージかな。まあ、こちらに関してもですね、先日のゼノブレードダイレクトで紹介がございますので、もし気になる方はぜひそちらの動画をご覧いただければと思いますね。で次、セーブスロットはいくつあるのかっていうところで、こちらに関しても情報が出ておりまして、現時点では5つとなってます。まあアップデートによって6つに増えるとかそういったところはないと思うので、5つ固定かと思いますね。ただ内訳としましては、指導が3つ、オートセーブが1つ、クイックセーブが1つ、こういった内訳になってますね。ですので、まあ実質的にセーブデータ作ることができるのは3つかなって感じですね。で次、戦闘中のキャラクター切り替えはどのような感じなのかっていうところですね。でこちらに関しては覚えてしまえば本当に簡単で効果抜群ですと。でゲーム性っていうところが1や2と比較すると向上したと、まあ、そういったことが言われてます。各キャラクターはどのような違いがありますか。ソードファイターのノアとソードファイターのユーには同じ性能なのか、これ多分ね気になってる方多いと思うんですよ。でこちらに関してはキャラクターによって特定のクラスに高い相性を持つものがありますと。例えば攻撃力、防御力、回復力、そして適性はスコアシステムっていうものがございまして、そちらで評価されております。でスコアが高いほどキャラクターはより効果的に働きますっていうことが言われてますね。ですので個性っていうものが存在すると、そういった言い方が正しいかと思いますね。で次、バーストはUM の HP 式位置による怒り状態を解除できますか。融合アーツは複数の効果を持つ場合どのように機能しますか。また融合できるアーツに制限はありますか。例えばコンボを2段にすることや複数のデバフを持つことができるか。チェインアタックは具体的にどのように機能するのか。ジェムはどのようなものかっていうところですね。でこちらに関してはですね、高度なバトルメカニクスについて話すのは禁止されてると、まあ、そういったことが今言われてます。ですのでこちらについては現時点ではまだ情報が出てきてないと、まあ、そういった状況になってますね。まあ、非常に気になるところではあるんですが、まだ公式から情報であったりとか回答っていうところがない状況ですね。まあ、そんな感じでございます。皆さんいかがだったでしょうか。で他にはですね、ゼノブレード3現時点でダウンロードコンテンツ、正式名称はエキスパンションパス、発売が決定しております。でなんとですね、本編発売と同時にエキスパンションパス早速使うことができまして、限定の〇〇であったりとか限定の装備であったりとか、そういったものをもらうことができますね。でお値段は3000円かっこ税込みとなってます。これが高いのか安いのかって言われると非常に難しいところではありますが、このような形になってますね。ただ一方でこちらダウンロードコンテンツ、追加ストーリーが入っているわけですが、ただ蓋を開けてみると2023年の末こちらまでに実装されると書かれてますね。まあ随分先の話になるので、もしかするとこちらの追加ストーリーに関しては前倒しになるんじゃないかっていうことも言われてますね。であとはですね、ユーザー側からはゼノブレード3は神ゲーではないかっていうことが言われていて、まあ、PV であったりとか CM であったりとか、あとデモプレイであったりとか、まあ、様々な情報が出てきておりますが、今のところは戦闘システム使いこなせるかどうか、そこぐらいしか懸念点がないなと、まあ、神ゲーであると、まあ、そういったことが一般的に言われてますね。そして発売日直前っていうことで、結局ゼノブレード3どれぐらいの方が買うのか、結局買うのかどうかっていうところ気になっている方が多いみたいで、こういった情報なども出てきております。でその結果ですね、やはり多くの方が購入されるみたいで、おそらく初動売り上げは20万本程度になるんじゃないかっていうことが言われてますね。国内パッケージ版で約20万本なんで、まあ、相当売れてる方じゃないかな。ですのでダウンロード版と含めると約50万ぐらい初動で売れることになるんじゃないかな。今そういったことが言われてますね。まあさすがにモンスターハンターであったりとかポケモンであったりとか、そこら辺と比較するとまあ難しいところがありますが、ただそれでもね、近年のゲームでは相当売れてる方だと思いますので、かなり期待されてる作品だなっていうことが分かってもらえるんじゃないかなと思いますね。
まあそういった形でございます。はい、ということで、今日の動画一旦終わりましょうか。まだチャンネル登録を済んでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからもゼノブレイド3の動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。では今日のゼノブレイドラジオ終了いたしましょうか。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ、じゃのー。